寝屋川市です。どこから来たっけ？家族で。今日はこれから何をしますか？子供たちと一緒になんか遊びたいです。遊びに行きます。どんなことしか遊ばないやろ。子供やろ。なんかサッカーとかしたり、なんか虫捕りとかいろいろしたり。ご飯はもう食べました？あ、食べました。何食べましたか？水餃子と、蕎麦です。今日はどこから来ましたか？大阪から。八尾です。大阪から来ました。誰と一緒に来ましたか？お父さんです。今日はこれから何をしますか？カエル捕り虫捕りです。これから虫捕り、どんな虫を捕りますか？カエル。カエルです。今日はどちらから来られましたか？大阪府堺市です。いつもこちらには来られてるんですか？いつもはこちらのご家族が来ていて、私たちは初めてです。このキャンプ場を選ばれた何か決め手とかってありますか？それは兄に聞いてもらった。いや、やっぱり近いからです。このキャンプ場いつも来られてるっていうことなんですけど、はい、こういうところがいいっていうことですけど、ポイントとかがあれば教えてください。直前でも空いてるんで、直前にちょっと行こうかなっていう時にやっぱりここに予約が取りやすいんでなってます。今日は京都から来ました。ここに来られるのは初めてですか？初めてです。ここは今日はどういった団体で来られてるんですか？今日はね、昔からの友達家族とここで集合の予定で来てます。ここのキャンプ場を決められた決め手とかってもう一組来る友達がここすごい自然が多くて楽しいよってことで誘われたんで、一緒にちょっと初めてこう来ました。今日は一日どんな風に過ごされますか？今日はね、もう子供に好き放題遊んでもらって、大人は大人でお酒飲んで楽しみたいと思います。京都から誰と一緒に来ましたか？家族全員で。ここに来るのは初めてですか？はい。今日は一日どんなことしますか？フリスビーで遊びます。オートキャンプってどういったものなのかっていうのを教えてください。オートキャンプとこのキャンプとの違いというのは、オートキャンプのオートってオートモービルのオートなんです。で、この車を横付けしてのキャンプということになります。ですので、この駐車場からこのキャンプ道具を持っていただく必要はないですので、やはり自分のいろんな荷物を持っていきやすいですので、このファミリーの方にも優しいと思います。小さいお子様を連れて、この駐車場から遠く離れるキャンプサイトまで行くことはないですので、この車をキャンプサイトに乗り入れていただいて、このキャンプですので、小さい奥様にもおすすめです。自然豊かな里にあるこの島笠っていうのは、その昔からの街道もあって、自然の中にもその人の暮らしがある、ちょっと自然な豊かな魅力的な土地にあるところなので、その中に、ね、このキャンプ場がありますので、よかったら皆様ぜひ来ていただきたいと思います。大京都キャンプ場アクセスも良くて、このスーパーとかこの買い物できるところも近くにありますので、このキャンプの初心者の方も大歓迎です。この場内も広々としていて、子どもさんたちも自由に遊んでいて、こちらもこのお客さんの姿を見せて、こちらも癒されていますので、ぜひお越しになってください。